はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では信長の野望創造戦国立志連の続きをプレイしていきましょう。前回前々回あたりからですね、いよいよ今川攻略戦というか、対抗戦として、美濃攻防を制して、今回は尾張再進攻作戦ということで進めていきたいと思います。で同時にですね、美濃で唯一残っている大垣城と、あとは越前で、残っている一条谷、この辺りも同時に進行していきつつ、靴掛城、末盛城、名古屋城、清洲城、この辺りを同時に攻撃を仕掛けていきたいと思います。では早速プレイをしていきましょうというところなんですが、治療をまず与えてはおきましょう。空いているところがあればバシッと与えていっちゃうというところですかね。金ヶ崎を与えます。であとですね、ちょっと何度か政策で兵の分離したらどうっていうお話いただいてるんですけども、兵の分離するための政策では剣地と刀狩りが必要か。で剣地と刀狩りは当家の創造性と合わないため実施できないと言われているので、そもそも兵の分離がちょっとできない感じにはなってますね。でその方ができるところで言えばどうだろう、どっちかっていうと兵糧が増える方がありがたいんですけどね。であと犬山城、稲葉山城は本拠に戻すんで犬山城に人を入れておきましょうか。で、例によって人を入れるのもめんどくさいので信長に与えましょう。では進めていきます。城が取り囲まれました。城が取り囲まれましたってことは、犬山城には至急増援を送りましょう。増援というか救援というべきかな。滝川隊をどう回すかだな。下からちょっと軍勢入れたいんですけどね、ちょっと難しいかな。ちょっと遠回りになりますが、回り込みをさせましょう。そしたら、かしこまりました。同盟の状況とかも一度確認しておきましょうか。海賊で人がいないのは稲葉山でいいよね。で外交のところなんですが、外交のところは工作で北条が任命で、そういうことだよね。40までしか来てないとなるとちょっと今後まずいことになるので、贈り物を送っておきましょう。この辺りで承知いたしました。ちょっと兵が詰まってきてるので、これを先に清洲城攻めに当てましょう。かしこまりました。お任せください。お、足利義輝が捕まったか。ちょっと先の将軍義輝は処断しておきましょう。
まあ、敵に回すと邪魔ですからね、かなり。ご命令を報告いたす。で、犬山城の攻防があまり状況が良くないかな。お任せください。やっぱり家康ですね、邪魔なのが。さすがに強い。出陣する、出陣します。でだ、数で言うとさすがという感じかな。結構な動員をかけたんですが、このままだと城が一つも取れない可能性もありますね。一条谷の攻防もちょっと苦戦中かな。ここはもう思い切って、強行してもらいましょう。援軍はまだまだ続いてはいるので、なんとか清須ぐらいは取りたいけどな。まあ、でもさすがに今川方もかなりの軍勢を繰り出してきてるんで、まあ、苦戦するのは必死だな。ちょっと一部の軍勢はこのまま名古屋城攻めに参加してもらいましょう。先に名古屋城を落とせば清須城が孤立するはずなので、まあ、それはそれで戦いやすくなりますよね。やっと一条谷が落ちたか。最後まで粘っていた一条谷が落ちて、七尾城の攻略戦も進んでますね。じゃあこれを一路大垣へ、一条谷攻略隊を一路差し向けましょう。七尾城が少し時間がかかってるのかな。七尾城の耐久は6500か。ってことは2000切ってるような部隊はちょっと一度返しましょう。これで名古屋城も落とし、七尾城も落としたので、七尾城の攻略隊を清水山城へ向けましょう。これで琵琶湖一帯も制するという構えですね。死んだか。味方が討ち死にしました。北条と、ね、同盟が切れてるので、北条と同盟を結んでいきましょう。6ヶ月間だけか、まあしょうがないな。12ヶ月か、今信頼状態だよね。もう1ヶ月頑張って、で12ヶ月の同盟を結ぶ作戦に出ましょうか。信頼ステータスでね。で次で74になるので、もう1ヶ月頑張りましょう。
承知いたしました。承知いたしました。我らの戦、お見せいたす。まあ、この辺は処罰はせずに行きましょう。大した武将ではないので。お味方が捕獲されました。敵を追い詰め。城の攻防も確認に入ってきたか。兵糧がちょっと心配になってくるかな。まあ、戻ります。まあ、問題はやっぱり家康だよね。邪魔なのが家康。かしこまりました。承知いたしました。表情を始めましょう。で、忘れないうちに先に外交交渉で北条と12ヶ月の同盟をまず結んでおきましょう。さてさて、ちょっと兵の動きが難しくなってきてはいるな。清洲城はこのまま落としに行ったり、我が戦、お見せしましょう。お味方が討ち死にしました。先に一旦でもやっぱりこの清洲城を完全に落としてしまわないとちょっと危ないかな。兵糧的にまだ余裕はみんなあるか。となると後方の部隊を先に長島城の攻略に当てますか。長島城方面からも結構な数の援軍が来てて邪魔なので、長島城を先に落としましょう。秋山信友が撃たれたか。マジか、予想外だな。末森城の攻防戦も少し膠着状態かな。黒政光が兵糧切れを起こしてるな。で、大垣城の攻防戦も少し手こずってますね。人が入っていないので出せないと。五谷城から藤高を大垣城の増援に出しましょう。でだ、さらに増援が出せそうなところ、朝倉山城から信忠、我が策お見せしましょう。1万近い軍勢抱えてるところからはもうガシガシ軍勢を出して大垣城は取りましょう。とはいえ結構みんな疲弊してるな。兵力が回復しているところがそんなにはないですね。飯田城からちょっと兵を出すか。飯田城から、我が策戦場を制す。やっぱりここだな。末森城を取れるかどうかで今後の終わり進行作戦のなんていうのかな、この進みやすさが変わっていきそうですね。
キノス城は取りたいな。どうしても取りたい。お、吉川元春打ち取ったか。吉川元春打ち取ったのは大きいですね。敵の増援もやまないな。全くやむ気配がないですね、敵の増援の。そうなると少しここはさらに増援を出してあげないと落とせないかな。困りましたね。思ったより硬い。まあ、想像通りと言われればそのままなんだけど硬いな。出陣する。出陣する。我が軍力お見せしよう。そうなるとちょっとでも兵を出すために一旦出陣します。稲葉山城に人を入れるかな。で返せというかですね、出陣するぞ。戻れる状態になったら出陣します。近場ですぐに援軍が出せるのはこれくらいかな。大正寺高岡この辺りから兵を大垣に向けるか。出るぞ。金ヶ崎もね一応五十郎が入ってるので出しましょう。あの辺りはねまだその今川との国境境ではあるのであまり大軍を出すと攻められてしまうリスクもあるんですが、まあ、ちょっとここはどうしても大垣清須この辺りは取りたいので、無理をしてでも軍を出しましょう。出陣する。チョーク。騎乗する。よし、大垣城と勝利をつかみます。よし、軍の数は整っているので清洲城は力攻めにしましょう。で同時に長島城への進攻作戦も開始。かしこまりました。かしこまりました。敵に増援か。味方にも増援が来てくれないと厳しいかな。かかれ。敵に増援か。かかれ。ここで数で不利になったのでこのまま合戦を続けても意味がないので一旦変えましょう。清洲城ついに取った。長かったなこの清洲城攻略戦は。本当に長かったですね。兵糧が危ない人たちが多いので一旦これらの兵を犬山を経由させて名古屋へ。承知しました。
家康が名古屋城に増援できてるな。この増援は捨ておけないな。回り込ませましょう。長島城を攻めるだけの数がちょっと足りないか。増援を出しましょう。鎌場から金継ぎ出陣する。これくらいかな。あとは岩村から八代隊を名古屋城に。戦場を制す。出陣するぞ。何、カズマスが死んだか。カズマスが死んだか。よし、名古屋城を取った。名古屋城を取ったらこのままの勢いで末盛城と靴影を取りましょう。長島城の包囲戦は、不完全か。ちょっと数が足りてないかな。で、兵糧も不足か。この辺は一旦兵を引きましょう。騎乗する、騎乗しましょう。皆、遅れるな。出陣します。出陣するぞ。カズマスが死んだのはかなりの痛手ですね。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。あ、稲葉山城を与えちゃった。散々与えずに頑張ってきたの。すると今末盛城で大激戦になってるわけだな。取り囲み。あ、尾張はほぼ抑えたと言っていいでしょう。これが先月の収支です。報告いたす。国も小野家が持ってることになってますね。ちょっとここで一度じゃあ兵の整理をしましょう。まず九州方面は相変わらず頑張ってるね。大友がこの関門海峡で食い止めてますね今ガオ。で、九州を完全に制覇した大友家が63万兵、63万で武将数162で、北条ですが拠点50、武将195、兵数86万ですね。で、我が小野家はというと拠点85、武将が193、兵数が92万ということでついに北条を上回りました。北条が86万に対して小野が92万。で、今川なんですが武将数が圧倒的なのは624ってすごい数いますけどね。兵数が147万ということで、どうでしょう。もう局所的には小野と今川兵力的にはほぼ拮抗した状態になってるんじゃないかなと思うんですよね。九州方面、四国方面の部隊は、大友向けでしょうし、三河、遠江、駿河あたりは、北条戦ということで、局所的にはむしろ上回ることもできてるんじゃないかなとすら思える状況ではありますね。ただ依然として畿内一帯には大兵力が残ってますね。かなりの兵力が。まずは畿内を抑えるところからかな。末盛城をなんとか力攻めで取り切れれば情勢がまた変わる。三の陣根沢氏8万200か。めちゃくちゃな数だな8万200って。
8万200か。観音寺自体に約2万の軍勢、さらに小野正嗣が戻れずに1万4千で、これで3万5千ですね。で、稲葉山に1万8千、大垣に8千、小谷に8千、まあ、琴ノ辺りの軍勢でなんとか食い止めるしかないかな。承知しました。いざ参ろう。敵将討ち取りました。出陣しよう。敵将捕獲した。さて、一応観音寺の方は増援が出てるな。音帯が壊滅しますね、このままだと。戻るとするか。我が領内にさらに敵が増援か。10万を超える軍勢ですね、観音寺は。我が王の城包囲されました。我が王の城包囲されました。ついに敵も観音寺を攻めてきたかっていう感じですね。報告いたす。くつかけの方はこのままうまくいけば落とせるかな。ちょっと数が足りないか。まあ、終わりは奪還したと言っていいでしょう。ここまで来れば。んで、犬以上の方はというと、北条氏政自ら出陣か。兵1万個超えて氏政隊が犬以上を攻略中。なるほど。報告いたす。先月の終始です。まあ、今後の見通しでいうと、尾張を奪還したら三河には目をくれずに、まあ畿内京都二条城を目指して進軍っていう形ですかね。大和二条御所にはまあ依然今川勢は詰めてますからね、まあ、これをまず打ち払いましょう。そのための観音寺は落とされたくない城なんで、なんとかね、踏みとどまってほしいとこなんだけどな。え、犬以上は取ったと。そしたらこれをくつかけに向けたいな。ルートが長すぎるっていうね。
あー、高坂正信も死んだか。では根拠をいよいよ持って戻しましょう。報告いたす。お味方が捕獲されました。我が方の城包囲されました。本能寺が踏みとどまってくれてるんだけどな。待機しろ。戦場へ参る。我が方の城包囲されました。敵将捕らえたり。さては一旦ちょっと整理をしましょう。ご命令を。報告いたす。報告。まずは治療で取った城たちを与えていきますと、苗木城と犬城、これを与えておいてだ。で、与力ですね。与力、与力も何もないな。苗木城を与えたから、それをうまく分散してくれればいいね。なので稲葉山城から兵2万、これを率いて観音寺の救出に向かいましょう。出陣するぞ。出陣します。出陣するぞ。みな遅れるな。出陣するぞ。みな遅れるな。出陣します。出陣するぞ。戻ってくるね。まあそんな気はしたけど。戦場へ参る。出陣します。出陣する。出陣するぞ。ご命令を報告いたす。どうしても失いたくない観音寺なんですが、敵の増援が多すぎて、こちらの増援が間に合わないな。出るとするか。出陣するぞ。ただ敵も数は減らしてきてるので、まあチャンスはある。掛け城は苦戦だな。赤花、松平、この辺りは全員処刑しましょう。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。さてさて、清洲城あたりにもどんどん人を入れてほしいんだけどな。大垣には人が入ったんで、観音寺へ出陣させましょう。お見せしましょう。観音寺はどうしても守りたい。藤鷹も救援として向かわせましょう。観音寺に琵琶湖を通って援軍で、靴掛け城の攻略はちょっとこのターンでは諦めざるを得ないかな。飯田城から一応増援出しますか。1万。我が策、戦場を制す。敵の増援もね、総数でいうと1万5000ぐらいの数になってるんで、まあ靴掛け城から撤退するよね、みんな。負ける気がしないな。で、逆に靴掛け城に約兵9000が今川軍駐留する形になってますね、今だと。これとうまく呼応する形で兵を出せればいいんだけど、清須に矢沢か。我が戦、お見せしましょう。出
陣します。みんな遅れるな。数が合えば落とせるかな。出陣するぞ。靴掛けからはみんな今一旦兵を引いてるんで、チャンスがあれば落とせる。騎乗する。藤高もちょっと靴掛けまでチョーク行ってもらいましょうか。お任せください。観音寺に5万8000のやつ、小谷に5万、かなりの数で攻めてくるな観音寺には。まあ兵をかき集めてなんとかしのぐしかないかな。出陣するぞ。我が策お見せしましょう。出陣します。出陣します。清須に2万5000。出陣するぞ。出陣する。こうなると靴掛けを一刻も早く落としたいところだけど、敵将観音寺にさらに2000だね。まあ、これが王の数ではないかな。犬山城が敵に囲まれたか。一応増援が出るか。8900。靴掛け城は落とせそうですが、逆に元康が末森城に向かっているわけだな。末森城か。落とされるわけにはいかないな。お任せください。清洲城も危ないと。我が策お見せしましょう。いやー、引き続き激戦だな。今川もここに来て反撃に出てきてるので、まあ、尾張を奪還したとはいえまだまだ予断を許さない状態ですね。どっかで敗退すると一気にガガガッと勢力を盛り返され、ちょっとそういう恐れのある状態になっているかなと思います。というわけで今回は、まあ、尾張の奪還と美濃の完全攻略ができたかなと思います。あとは越前とか越中あたりも完全に取り切りましたね。で、兵力差的にももうほぼほぼ埋まってきているかなという状態ですね。小野家もついに100万超えましたね。今川140万、小野家100万ということで、まあ、一時期は、ね、10倍以上兵力差があったんで、よくここまで盛り返したな。はい、というわけで、次回引き続き今川戦やっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。